g ニアは、東風ホンダが生産、販売していた中国市場専用のファストバック型後、ドアハッチバックセダン。2014年の北京モーターショーで発表された、コンセプトカー、コンセプト B の、市販モデル。アジア市場向け小型4ドアノッチバックセダンである、既存の4代目シティをもとに B ピラー以降の、リアセクションを、ファストバッククーペ風の後、ドアハッチバックセダンに改めた。 車種であり、これを、東風ホンダは、クロスオーバーハッチバックと呼称している。5つのグレードが販売されていた。ナオ版の装備に加え、ブラインドスポットモニター、メッキドアハンドル、電動格納ミラーなどが追加された、最上級グレード。価格は127,900円。ノブル版の装備に加え、デイライト、インテリジェントキー、16インチアルミホイール、オートエアコン、 川巻ステアリングなどが追加されたグレード。価格は122,900元展示、番の装備に加え、15インチアルミホイール、フォグランプ、サンルーフ、室内灯などが追加された中間グレード。価格は109,900元展示番の装備に、加え、いかん、USB ソケットが追加されたグレード。価格は99,900元 MT のエントリーグレード。 サイドカーテンエアバック、助手席、シートベルト未装着警報、ビッサなどの安全装備や、フォグランプ、スモークガラスなどが省かれている。価格は89,900元2017年、上海モーターショーホンダ及びアキュラ出店概要、生徒モーターショー16、ホンダギエニア初公開、小型クロスオーバーハッチ。レスポンス、2020年9月3日閲覧。 豆腐ホンダ公式サイトギエニア2020年4月2日閲覧ありがとうございます